ダンケルクは、クリストファー・ノーラン監督、脚本、制作による2017年の戦争映画である。第二次世界大戦のダンケルク大撤退が描かれており、イギリス、オランダ、フランス、アメリカ合衆国の4カ国が試作映画である。第90回アカデミー賞では、作品賞、監督賞、美術賞、撮影賞、編集賞、音響編集賞、録音賞、 作曲賞の8部門にノミネートされ、編集賞、録音賞、音響編集賞を受賞した。ノーランは空、陸、海の3つの視点で語られる物語を執筆した。台本にセリフはほとんど存在せずにディテールのみで、サスペンスが描かれる。撮影は2016年5月より、フランスのダンケルクで行われ、撮影監督のホイテバン・ホイテマにより、 アイマックス 65mm 及び 65mm ラージフォーマットが用いられた。北米では2017年7月21日、日本では同年9月9日にアイマックス他で封切られた。第二次世界大戦初期の1940年5月26日から6月4日。イギリス、ベルギー、カナダ、フランスからなる連合軍将兵はフランスのダンケルク海岸で、 ドイツ軍に包囲され、ダイナモ作戦による撤退を余儀なくされていた。英国陸軍の兵士であるトミーニトウヘ兵は、ダンケルクの町で、自身の分隊がドイツ軍の銃撃で、自分以外全滅し、武器も失った状態で一人、撤退作戦中のダンケルクの砂浜にやってくる。港には英国の救助船がいて、乗船を待つ英国兵が列をなしていた。フランス兵を乗せる余裕はない。 トミーは兵士を砂浜に埋葬していたギブソンと名乗る無口な兵士と偶然出会い行動を共にすることになる彼は実はフランス兵で英国の船に乗るために死亡した英国兵ギブソンの軍服を着ていた負傷兵は救助を優先されるのでトミーと自称ギブソンは負傷兵を乗せた担架を担ぎ救助船に乗り込むがドイツ軍の攻撃で船は沈没自称 ギブソンの起点で何とか脱出する。一方、ダイナモ作戦による民間船長用で自身の小型船の徴用命令を国より受けた、ドーソンは息子のピーターとピーターの知り合いであるジョージと共に英国兵士たちを母国に運ぶためダンケルクに向けて出航していた。そして英国空軍のパイロットであるファリアとコリンズらの正体はスーパーマリーンスピットファイア戦闘機を借り、 ダンケルクでの撤退行動を阻害するドイツ空軍への阻止攻撃に赴く。空軍にいた息子が戦死しているドーソンは自分たちの世代が戦争を決めたことで若者が戦死する状況に心を痛め転覆したボートに一人生き残っていた将校を救助し、また海に不時着したパイロットを救出して船に乗せる。トミーたちはオランダの商船で帰還を試みるも船が ドイツ軍の銃撃を受ける。軍用船がことごとく撃沈される中、多数の小型民間船が来航して救助に当たり、残兵たちは英国に帰還することができた。ストーリーは、トミイーラが敵から逃げ救援を待つ陸の一週間、ドーソンらが民間船として救援に向かう海の1日、そして海岸で救助を待っている帰国を決めたイギリス軍の兵に襲い来る。 ドイツ軍の戦闘機を迎撃するファリアラ、空の1時間の3幕をそれぞれ時間を並行させながら進行していく。陸の1週間の最後の1日からは、海と、そしてその2つの最後の1時間は、空とクロスしていく。カッコ内は日本語、吹き替えキャラクターへの共感は彼らのストーリーとは、無関係だ。私はセリフを通して、自分のキャラクターのストーリーを伝えたくなかった。 問題は彼らが誰であるかでも、彼らが誰になるかでも、どこから来たのかでもない。私が興味を持った疑問は、彼らが脱出するのか、彼らが、特定に行く間に次の爆弾で殺されるのか、それとも横断中に、ボートで潰されるのか、それだけだ。映画の主要な目的について語る、クリストファー・ノーラン監督のクリストファー・ノーランは112ページの脚本を執筆した。彼は空、 陸、海の三つの視点から語られるトリプティックとして映画を制作することに決めた。撮影監督には2014年のノーランの映画、インターステラーから引き続いて、ホイテバンホイテマが起用された。ノーランは2000万ドルと興行収入の20%を受け取る契約をワーナーブラザースと交わした。これは、ピーター・ジャクソンがキングコングで交わしたサイト同額の契約である。 ノーランは本作に影響を与えた11本の映画を発表している。2015年末、トム・ハーディ、ケネス・ブラナー、マーク・ライランスにアンサンブルの助演キャラクターとしての出演交渉が行われた。2016年3月、フィン・ホワイト・ヘッドが主役の一人としてキャスティングされ、その直後にジャック・ローデン、アナ・イリン、バーナード、ワンダイレクションのハリー・スタイルズ、 翌月に、キリアン・マーフィー、さらに5月に、ジェームズ・ダーシー、バリー・コーガン、トム・グリン・カーニーが加わった。ダン・ケルク・撤退に、若く未熟な兵士たちが関わっていたことを知った。ノーランは、浜辺の場面には、若手の無名俳優企業を決めていた。撮影には、フランス海軍駆逐艦マイレイ・コール・ブレゼが使われた。主要撮影は2016年5月23日に、 フランスのダンケルクで始まり、翌月には、オランダのユルク、イギリスのドーセットのスワネージとエーマス、アメリカ合衆国カリフォルニア州ランチョ、パロスベルデスのポイントビンセントインタープリティブ、センターと東大で行われた。ダンケルクでの撮影は、史実の撤退作戦と同じ場所で行われた。撮影中は6000余りのエキストラが使われた。ノーランは、映画のセリフが、ごくわずかしかなく、 ディテールのみで群衆場面のサスペンスを演出するため、サイレント映画を研究した。パイロットを演じるトム・ハーディは撮影スケジュールの多くをコックピットの中で過ごし、他のキャストやスタッフの前にほとんど姿を見せなかった。撮影には、iMAX65mm と 65mm ラージフォーマットフィルムストックが用いられ、iMAX カメラが手持ちで使われた。ノーランは、 フランス海軍駆逐艦マイレイコールブルゼを含む実際の軍艦を撮影のために修理した。2機のスーパーマリンスピットファイアマークエアスと1機のスーパーマリンスピットファイアマーク VB およびイスパノブチョンがメッサーシミット BF-109E に仮装されて空中戦の場面で使われた。1台の IMAX カメラは戦闘機に装着され、 最大限の視覚効果を得るために水没させられた。CGI の使用を避けるために厚紙を切って作った兵士や軍用車のプロップを使って大軍隊を表現した。ハインケル AG-111 とユンカースジュ87の2種類の爆撃機は大型ラジコンを使って撮影し、英仏海峡に墜落させた。撮影後に CGI でリアリティが追加された。 2016年1月までにハンスジマーは作曲を始めていた。2017年4月5日にほぼ終わりかけており、5月のハンスジマーライブオンツアーの開始までには完了する見込みであることを明かした。サウンドトラックの数曲はローン・バルフやベンジャミン、ウェリフィッチとの共作となっている。ティーザー予告はスーサイド・スクワットの上映時に劇場で 初公開され、2016年8月4日に、オンラインで公開された。データ分析会社のリッスンファーストメディアによると、その週に公開されたすべての予告編の中で最も、ツイッターのエンゲージメントが多かった。全長版の予告編は2016年12月14日に、公開され、また5分間のプロローグが、ローグワン、スター・ウォーズ・ストーリーの IMAX 上映の前に、流された。 メディア計測会社のコムスコアによると、ダンケルクは、その州で、最も議論された予告編であり、また YouTube の視聴者数は2000万人に及んだ。プロローグは、キングコング、ドクロ島の巨神の IMAX 上映前に、再び劇場で公開された。フッテージは、シネマコン2017で高評価を得た。ワーナーブラザースは、 NBA と提携により2017年のプレイオフでテレビスポットを放送した。次の予告編は公式ウェブサイトでカウントダウンした後に2017年5月5日に公開された。ダンケルクは再びコムスコアの調査でその週で最も議論された映画となった。2015年9月、ワーナーブラザースはダンケルクを2017年7月21日に 北米で封切り、また iMax70mm、35mm で上映予定であることを発表した。ワーナー配給のノーランの映画が7月第3週に北米で封切られるのは4度目であり、過去にそのすべてで工業的な成功を収めている。本作は2017年7月13日にロンドンのレスタースクウェアでプレミア上映が行われた。多くの批評家から、 映像、演出、音楽、音響効果などが絶賛された。一方で一部の批評家の中には、否定的な意見を提する者もいた。映画批評家レビュー集積サイトロッテントマトズでは、2017年9月23日、現在、346件のレビューがあり、批評家支持率は93%、平均点は10点満点で8.7点となっている。メタクレティックには、 52件のレビューがあり、過重平均値は94、100となっている。また、以下の映画監督が絶賛のコメントをしている。大まかには、実際の歴史に基づいているが、キャラクターやストーリーはフィクションである。ありがとうございます。